俺の好みじゃないの真逆真逆高田さん、つわものっすねそうだね、鈴木孝弘公式チャンネルツイストランナー、皆さんこんにちは。こんにちは、鈴木孝弘です。はい、高田さん、はい、今日はですね、なんと皆さんに報告があると、はい、いうことなんですけども。報告があります。はい、何ですか。そうですね、この、はい、鈴木孝弘、はい、チャンネルに、はい、新しいメンバーが加わることになりました。お、しかも来ました、女性のアシスタントが入ります。なんと、はい、早速、はい、紹介していきたいと思います。お願いします。ではどうぞ。はい、この度のアシスタントをさせていただくことになりました。ゆなです。大学2年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあもう工藤ちゃんもね、まあいろいろ創世記から頑張ってくれたけども、人情を渡す日が来たと早かったですね、1年。まあ1年経ってないけども、まあ、これからはもう編集の方に従事してもらう、専念してもらう。本当にね、僕もびっくりしたんですけど、はい、まあまあ、ゆなさんが入られるってことで、はい、うん、まあ、皆さんゆなさんのことを、ね、知りたいんじゃないかなという。そうですね、まあ、そもそもどういうきっかけでこのチャンネルに。そうですね、もともと両親が巨人が好きだったので、まあ、その流れで自分も、まあ、巨人が好きになって、その情報収集している中でよくチャンネルを見させていただいて、はい、その時にこう自分もなんか何らかの形で関わらせてもらえないかなっていうのを、DM を送らせていただいて、奇跡的にお返事をいただいたので、今こうしてやらせていただいています。すごい勇気でしょ。できないです普通、なかなかこう思ってもさ、できないんだけども、やっぱ彼女は、まあ、DM を通してね、まあ、インスタを通してメッセージをくれたんだけども、その前に、僕がプライベートで10年以上ねお付き合いをさせてもらってる、まあ、料理人の子がいて、その子が独立をして、まあ、吉祥寺の方にお店をオープンしたのね、そこにみなちゃんは通ってたの、まあ、僕も通ってたんだけどね、今も通ってるんだけれども、はいはいはい、でその大将から、実は高田さんとゆなちゃんっていうものすごく野球が好き で野球検定とかって試験もあるのね、うんうん、その時も彼女も来てて、うんうん、本当に野球が好きでジャイアンツが好きなんで、高田さんのねチャンネル内でアシスタントやりたいって言ってるんですよ、よかったら話聞いてもらえますかっていうことがあって、そしたらこう DM でねインスタから来て、さあ、うん、もう正直我々のチャンネルってまだまだ認知度低いでしょ、まあそうですね、他のね方々たちに比べれば、はい、僕再三言ったの、本当にいいんですかってこのチャンネルでいいのって。弱気じゃないですか。いや弱気っていうか、もっとね、違う方面もあるんじゃないかっていうのがあったから、そこで僕は確かめたわけ、本気か本気じゃないかみなちゃんが本当に僕のチャンネルで野球をもっと知って、自分のねスキルっていうのを知識とか増やしていきたいのかなって僕は聞いたの、はい、そしたらぜひともやりたいです、うん、もう受け入れるしかないでしょ熱い思いを、熱い思いがあったわけ、うん、まあそういうのがきっかけでメンバーにね、多分まあ今日が1回目なんだけども、はい、まあ、そのぐらいの熱い気持ちね、うん、ジャイアンツがとにかく好き、野球が好きっていう思いがあったので、まあ、これからねどんどんね、チャレンジしていってもらいたいなと思うんだけど、はい、まあゆなちゃんジャイアンツが特に好きだと、はいはい、いうことで、はい、まあ、生まれた時からジャイアンツファンなわけでしょ、まあ、両親の影響もあってね、はい、なので、まあ、ジャイアンツはすごい詳しいと思う、まあ、ジャイアンツでいっぱい好きな選手たくさんいると思うんだけども、はい、この選手が好きだなっていう選手はいますか。そうですね、最近応援してるのは松原選手、うん、聖也ね、はい、聖也ね、そう、はい、育成からこう、上がってきて今頑張ってるなって思うと、そのなんか心の強さっていうか、うん、根性あるなと思って、そうだね、そこがすごい尊敬できるのと、あとなんか小柄なんですけど長打も打つし、うん、守備が上手だなって思うので、あとは走るのも速いからね、あ、はい、そうですね、あとイチローさんのものまねも
すごい上手だし ね明るいしね。そうだから面白いから普通にエンタメ性みたいな、お兄ちゃんが芸人さんだからね。そうですよね。あとはあの今コーチとか監督やられてるんですけど、うん、あの村田修一コーチとか阿部慎之助監督、日本監督が選手の時もずっと応援していて、うん、なんかあのフォルムが私は好きなんですけど、じゃあ俺のフォルムじゃないの？真逆真逆いやでも高田さん、つわものっすね。そうだね。いやみんな好きなんで、私は一番強い免疫力持ってるもん。全然あの全員好きな上でっていうことですけど、あとにかくジャイアンツとプロ野球が、はい、プロ野球が好きで、ジャイアン特にと、はい、ジャイアンツが好きで、はい、その中でもあのホルムの松田、松原、はい、まあ、聖也とかとか、あと阿部さんとか村田さんの現役時代もずっとあのホルムのあのどっしり感っていうか、もうなんか安定感、絶対動かない感じ、安定感がめちゃくちゃ好きで、なんか、うん、そうですね、あのホルムの人の打った時のあの球の勢いとか強さがもう本当に好きです。私はなんかかっこいいっていうか男らしいみたいな。スモークは、あ、スモークさんはちょっと細いですよね。細いよ、あれでもなんか身長が高いからですかね。なんかちょっとスラッとしてみる。 あとビアネーバーが好きです。渋いね渋いね。2社目いたね、はい、行っちゃったんですけど、いやね、そういったこうなんていうの、こうアベレージヒッターっていうよりもボールを遠くに飛ばすとか、あ、力強い、はい、うん、のが好きだっていうね、はい、じゃあゆなちゃんがもしプロ野球選手に生まれ変わってたとしたら、はい、ホームランたくさん打ちたい。打ちたいです。気持ちよくこう、はい、グラウンド一周したい。そうですね、走るのは遅くても俺一応走るの速いっていう感じでこうなんか野球やってきた覚えはあるんだけど、ことごとく反対を言いますね。ことごとくなんかな、でもね、なんか嫌味っぽくない、うん、まあ今後はね、基本的にはトークという形で一緒にアシスタントとして仕事をしてもらうんですけども、それ以外にも、まあ、いろんな挑戦をしてもらいたいなと思うんですが、大丈夫ですか？はい、もちろん。結構大変な企画もあるかもしれないですよ。はい、全然全然キャベはい、全然あの、たまに200キロ取りましょうとかそれ怖いけど、まあ、一応あの企画を考えて皆さんくださるので、はい、その企画いろいろ多分あると思うので、ね、はい、そこもチャレンジしていける自信、はい、自信というか度胸はありますか？そうですね、チャレンジするのは大好きなんで、うん、大丈夫だと思います。肝が座ってるね。大学2年生ですよ。年の差二回りですよ。まあ、こうやってね、まあ、新しいね、はい、若い力、はい、若々しい力をね、はい、生かしながら、はい、ゆなちゃんにも野球、そしてジャイアンツ、まあ、全ての知識とね、経験とかもたくさん入れてもらって、頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、本当にこう、まあ、残念なことで、まあ、今日で工藤ちゃんがね、はい、支配下から育成契約と。いうことになり、まあ、僕も心苦しい。でもこれ戦力外ではないという、戦力外ではなくて育成、あ、育成なんですよ。育成ちょっと怪我をしたっていう感じで、またあの試合が登録する可能性が あるけど、なるほど、うん、今もうちょっと育成というか、新しい、ポジションというか、ね、なるほど、短期間になるのか長期間になるのか分かんないんですけど、配置転換そうですね、ちゃんと調子良かったら上げてください。もちろんずっと行きっぱなしで呼ばないとか、調子良かったら使います。あ、分かりました、はい、まあ、動画のね編集時間もあるんで、はい、その辺の負担を減らしてあげたいっていう、ありがとうございます、心ももちろんあるんで、優しいです、ね、避けてるわけではないです、はいはいはい、ぜひともよろしくお願いします、はい、まあ、ということで、はい、こんな感じの YouTube 班なんですけども、初登場してみてどうでしたか？そうですね、うん、なんかさあの初めての経験なので、はい、すごい緊張したんですけど、あんまり緊張してないんじゃない、いや、ちょっと緊張したんですけど、あのなんかちょっと和気あいあいっていうか、いいメンバーでしょ、はい、あの、ね、メンバーに入れてもらえた感じがしてすごく嬉しいです、はい、そうだね、はい、ゆなちゃんがリードオフマン、もしくはホームランバッター4番の仕事をしてくれるかもしれませんのでね、うん、期待をしながら一緒にね、はい、楽しくワクワクしながら皆さんにいい情報をね送り届けていきたいなと
というふうに思います。ゆなちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。また評価よろしくお願いいたします。では次回も皆さん、お楽しみにしてください。ではまた。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴也でした。